さあ、イクラさん。どうも皆さん、こんにちは。どうも。ようこそお越しくださいました。もう天気も最高ですね。最高ね。富士で今年でちょうど26回目を迎えたんですけど、こんなイベントも。野外イベントでこの雨の多い富士で26回1回も雨降らしてないですから。イクラさん、はい、じゃあ毎回来てください。生てるてる坊主って言われてます。しかも今年はこんな猛暑の中8月の19日にやったんですけど、気温も下がってついにハゲにサーモスタット機能もついてた。やめてください。もう最高ですか。まあまあ、じゃあイクラさん、まあ、こんな感じで楽しくトークショーお願いしたいと思いますが、はい、もう一方いらっしゃるんですよね。もう一方も素晴らしいところです。はい、もうこの方です、はい、クレイジーケンバンドの横山圭さん、どうぞ。もうすごくないですか、この MC のお二人がこの二人ですよ。よろしくお願いいたします。今あのマイク持ってきますけれども、はいはいはい、圭さんももうレース大好き。小学校、幼稚園とか小学校ぐらいからでも一番よく来たのは70年代のグラちゃんとか、はい、もうまさに今日のレジェンドドライバーが大活躍の、ね、じゃあもう憧れのドライバーですね、はい、だらけです。そうですね、はい、はい、じゃあね、私のお話よりも早くレジェンドドライバーとのお話を進めていただきたいと思いますので、はい、それではこのお二人にマイクをバトンタッチいたします。よろしくお願いします、はい、また逃げるつもりですね。逃げます失礼いたします。また改めてこのケンさんと二人で喋るっていうのが珍しいね。聞いてない。はい、しかもこれからドライバーの方が誰が出てきて喋るのかもわからない。すみません、邪魔していいですか。はい、ごめんなさい。はい、すいませんが、白線の後ろまでをちょっと下がっていただきますと大変助かります。お怪我のないようにカメラのスタンドもありますが、少しこんな感じでお邪魔いたしました。なんとに陽子さんずるいですね。逃げますよ、完全に振って振り逃げですね。なんとに分かんない。逆やり逃げされた感じがします。え、じゃあすいません、マジで どのドライバーの方誰か、出るのかが分かっておりませんので、すいません、そこだけの紹介をまずお願いしましょう。お願いします。はい、すいません。そうなんですか。そうなんですね。もう何も聞かされてないっていうのがこの現状で。それでは、ご紹介しましょう。まずストップバッター関谷正則選手です。皆さん大きな拍手で迎えてください、はい、そして見事ポールシューター中島さとる選手です。はい、そしてですね、予選では4位になりました柳田選手です。そして予選2位です。惜しいけれども最年少ドライバーの中谷選手です。そしてもうお顔は変わらないけど白くなってしまいました長坂選手です。どうぞまさか下で既読になってるとかそういうことじゃないでしょ。大丈夫です。もう LINE 送ったら既読にならないで、はい、既読になりそうな年なんで心配になってきた。トラジットの清水選手です、はい、清水さん。そしてもう戸谷選手もご登場いただきました。そして最後は鹿島選手です。もうイケメンのイケメンの鹿島選手。以上の皆さんでトークショーをお願いしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。すごい振り逃げですね。またもう本当に今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあケンさんと僕は両サイドに行きまして、はいはい、もうこれだけの全員足したら何歳になるんだろうかって言います。もう大先輩たちね、さすがにこういじりづらいですね、これね。そうですね。はい、もうすごいですね。まずじゃあもう自己紹介っていうのもなんですけど、はい、まあ、もう皆さんの方がよく知ってらっしゃると思いますけど、そうですね、今回のまあちょっとこのレジェンドカップ、今回でこの関谷さん何回目になるんですか。レジェンドカップですか。はい、レジェンドカップはこれ4回目ぐらいだと思います。はい、はい、今回ででももう本当にこの天気も良くてね、またこれだけの、ドライバーの方が一斉に集まるっていうのは
あのなかなか難しいですね。まあ年1回の同窓会だと思ってやりますんで、はいはい、でまあ、あの皆さんも本当にあのしっかりあの見て、あのこれから確実に年々メンバー減っていきますんで、あのそこそこのところ辺だけ、昨日はあの予選のを見てたんですけど、ラップタイムのところを出すときに、ね、あと何周じゃなくて余命をこう出していこうとかですね、もういろんなあのピットインしてきた時のことを介護と呼んだりとかですね、いろいろなもうね、もう大変なことになったんですからね。今回、最高齢ドライバーの方で84歳ですね、高橋さん84歳ね、はい、素晴らしいですよね。もう普通の免許をお返しする年なんですけど、まず現役で走るって素晴らしいですね。はい、ケンさんなんかこう聞いてみたいこととかないですか？いやもうありすぎて、はい、もう爆発しそうなんですけども、はいはい、もう、もう70年代から富士スピードウェイ、鈴鹿、もっと小さい時に船橋も、船橋、若干記憶残ってるんですけども、はいはい、もう素晴らしいレジェンドライバーの皆さんが今も現役の、で特にこのビーターの街、あのカウルの面が大きいので、はい、グラちゃんのマシンに非常にこうなんかこうテイストが近いというか、はい、まあ、グラちゃんはあのオープンツーシーターですけど、はい、ワンシーターで、だからフォーミュラ的など真ん中でっていう感じと、はい、カウル好きって感じで見ててもすごい興奮しますね。そうですね、昨日も、まあ、そのタイムアタックの時もですね、はい、なかなかもう関谷さんとかも全開でもう全然現役だなっていうような走りをしておりましたけど、1500cc なんで、はい、もう全開です、全然いい感じで、だけど小山美希に4秒負けてます。それはちょっともっとウェイトのせいもあるかもしれないでもね、はい、先ほども2分フラット、出たりとかしますもんね。ポールポジション何秒？数字は3秒台、3秒台、はい、我々のね、はい、3秒台、あ、素晴らしいですね。数字がないんですよ。なんかあの柳田さんにはあんまりマイクを渡すなって言われてます。だいたい会話がへそから下、膝から上の間に行くっていう。もう今日はあの僕が MC をやるってことで、富士スピードウェイの社長さんの方から、いくらさんって大丈夫なんですかって言われて。でも柳田さんもとは、あの当時雨男と言われていて、はい、フェルディ Z で、はい、クラちゃんでですね、はい、あのそのオープン通信で抑えて優勝したこと、その時見に行ってましたけども、はいはい、マジですか。はい、ケンさん本当に好きですもんね。大好きなんです。はい、まあ、また Z と、またあとね、詳しく黒い稲妻、はい、黒い稲妻、ね、もう、はい、どうしたもんどうした、もう昨日もちょっとご一緒させてもらって、ちょっと深夜までお酒飲んだんですけど、はい、桑島さんももう最高ですね。もう本当にほんとこう、ある意味本当ドライバーなのに、うん、あのパイロット飛行少年みたいな素晴らしい、僕らの不良の大先生、ね、はい、そしてあのもう、僕らも、ね、グランデもう見てます、はい、中島佐藤さん、はい、あ、中島さんでも今回、3番目に若い方だって、そうです、若手ドライバー、はい、まだ若造です。いや、僕ね、もう中島さんがあの、サバンナのね、はい、駅南松田サバンナ で、はい、で皆さんがナポレオンミラーの中島さんだけ平方ミラーだったのがすごくこれマニアックすごいかっこいいなと思ってそうなんです、それ覚えてますね、はい、中島さんだけが、中島さんだけ平方ミラーをあえて作った感じが、すごく思ってらっしゃいます。うん、グリーンのあのサバンナの、はい、なんか田舎松田って言われてたの。そんな田舎松田に負けちゃ困るってこの人が頑張った。いや、あれだよね、私 Z であのサバンナで、そうそうそう、でね、サバンナの方がやっぱ速いのよ、軽いから、はい、ところが直線は Z の速い。あー、柳田さんね、直線うまかったの。ね、そんな褒めないでよ。最高ですね。一緒だよね、サバンナ。さ、3人でやったじゃないですか。その時のチャンピオンってあれですか。私でしょ。そう、すいません、あの軽いもう地方が始まっておりますので、記憶の方は細かいところ気にしないでください。だいたい長屋なんかさ、はい、あの私お金払って使ってたドライバーなの。あ、そうなんですか。当時レジェンドなの。はい、ちょっとやんだよ、ね、ちょっとおかしいなと思う。自分でも思う。ちょっと長坂さん、ちょっとあの長坂さんその真ん中でも余裕かめさせて昨日はかなりいろいろお話しさせてもらって、やっぱ面白い話もね、たくさん聞かせてもらったんですけど、はい、当初はね、はい、僕が一番若いかなと思ったんで、はい、途中から仲良く入ってきて、はい、
年齢下げられました。長坂さんと中島さんが同じぐらいの世代ですか。そうですね、学年一つの上ですか。あ、もうここら辺はすごいですね。だけどあの腹は随分勝ってるような感じ。ナンバーワンです。今回ウエイトナンバーワンで。でも当時のなんかやっぱレースのこういろんな思い出とかってどういうのがあるんですか。印象、自分が長いレースの中で昨日もいろいろね、プラあのメキシコに行った時の話とかいろんな話を聞かせてもらいましたけど、一番印象的なことってどんなことありますかね。もうちょっと忘れちゃったよ。まああのね、やっぱ富士の雨の中です。はい、やっぱ富士は雨が多いですもんね。そうですね、で雨のねストレートがやっぱり大パワーに対して、うん、ちょっと怖いとか。そうですよね。だからやっぱり根性で行きました。やっぱり僕らはすごく思うのは、うん、やっぱあの昔のそのバンクも残ってますけど、そうですね、当時にああいうタイヤとかも今みたいなと全然違うわけじゃないですか、うん、そういう中でああいうところでレースをしてたっていうのも本当にこの今は車もいいですから、うん、あれですけど、その技術的なものっていうのが俺はすごいかったと思うんですよね。特に最終コーナーが全開だったから、はいはい、みんなちょっとまあ若干こうあのドリフトしながらのコーナリングだったので、ね、はい、すごい迫力でしたね。だから今のこうまたこう全部全てのオートバイもそうですけど、レースの世界って全部そのマシンもすごく進化してきてますからですけど、はい、あそこのバンクとか、はい、あそこ初めて僕も富士に来てあそこに立った時に、本当にここでレースしてたのかっていうんですよね。あの実際どうだったんですか、あそこああいうとこ走ってバンクは。僕ねバンクを1回しかレースやったことないんですよ。あ、そうですか。雨の日に、はい、やったけどね、あの初めて僕 レースをしてバンクを初めて走った時、レーサーってすごい人たちだなって思ったのが第一印象。さっきと初めて走ってバンクを走って、バンク走って今これはいけねえわっていう感じ。いやあれでもそのぐらい置かなかった。今でもあそこ今入ることできますもんね。みんな見に行くこと、あの行った方もいると思いますけど、うん、僕も本当に富士であのイベントをやらせてもらうようになった頃にまだあそこ全然整備されてなくて、あの草がぼうぼうで、あのちょうどオフロードのコースがありましたもんね、下に。そんで行った時にこれがあの有名なバンクかと思って30度バン。でも本当に普通にこうちょっと登るのも大変ようなところですね。ここで当時のああいう車で、まあ、タイヤとかこういうのでレースをやってたのは本当にすごいんだろう。すごいことですね。いやあのちょっとイメージちょっといいですか。はい、どうぞ。清水正智が寝ちゃうから、はい、ちょっと振らないと。で清水正智は30度バンクで、はい、あの事故して73年ぐらい、はい、なんか300針ぐらい乗って、はい、今透析中。はい、じゃあすいません、あのじゃ あのご親戚の方からどうぞってそういうことではないです。清水さんドクターですもんね。あ、歯医者歯科医の、ね、ドクター、ね、どんな感じだったですか、レースあの頃のそのバンクの。僕はあそこの走ってる感じを聞いてみたいんですけど、バンクちょっと、はい、あの一応オンにはカラオケマイクではないのでオンにはなっております。どうぞ近くに寄せていただければ。バンクであの奥に回したんですけど、はい、300針ぐらいだった。300針一緒に走った中野君が、まあ、一緒にぶつかっちゃって中野君は亡くなっちゃったんですけど、これは運よく助かった。バンクの思い出は未だにあります。もうね、事故も多かったですね。でその年に大学6年で歯科医、はい、なんだっけ、歯医者の国家試験、はい、多分ね受かってないと思う。だってその年入院してんだから。まああのなんでもね、あの入り口と裏口ってのありますから、もういいな、怖いな、大丈夫ですよね。それはエマージェンシーです、それは。あの桑島さんは当時の桑島さんが昨日も言った、あんまり俺喋んの好きじゃねえからなって言ってましたけど、そうなったり喋んの苦手なんですよ。あとやっぱ桑島さんとか、あのみんな昨日も言ったんですけど、男の職業でやっぱ僕らもそうだったんですけど、レーサー、パイロット、本当にかっこいいこの職業じゃないですか。 そこに持ってきて、当時皆さん本当にあの夜の方も相当飛ばされたと思うんですよ。そこはそんなに飛ばさなかったですね。そうですね、柳田さんの方が飛ばしました。はい、大丈夫ですか。飛ばしました。はい、柳田の方が飛ばした。そういう本当のこと言わないで。もう最高ですよね、この会話が。もう昨日もですね、パーティーの時ですね、もう本当もう、はい、
いろんな話を聞かせてもらったんですけど、本当そのレースの、その僕は昨日メキシコに行った時のお話とかもしてたじゃないですか。もうそういう時の話とかもう本当に全部ね、もうこの、皆さんのこう体験談とかそういうのを本にしたりとか、本当に映画にしたいぐらい。そうですよね。素晴らしい、その時代もそうですし、うん、あんな経験もなかなかできないじゃないですか。そうですね。ジェームズ・ハットと、はい、映画あるように、はい、そういう映画、なんか日本のモータースポーツの映画もあったりですね。そうですね。本当本当でも、本当素晴らしいね。もうなんていうんですか、なかなか経験本当にできないことじゃないですか。本当にだから本当レーサー、パイロット、はい、これは最高で、はい、で同じ横文字でもサーファーミュージシャンっていうのは本当最低の職業人間としてそろそろあと2分今日、もう岸田さん岸田さんオンワードマジオンワードシブで、もうそれでは最後もうなってしまうんですけど、今日のレースに、まあ、月並みではございますが、こう、まあ、意気込みというか見どころというか、はい、よろしければ桑島さんから一人ずつ軽くコメントいただいて、はい、桑島さん、速い車みたいなんですよ、自分のね、はい、速い車みたいなんですよ、はい、2番になって、はい、ちょっと腕を悪いっ違うよ、今日のレースはどうするのかって聞いてる。今日のレースだから柳田なんてとついていけないんで、小谷さんってくらいってます。はい、じゃあそれでは順番にお願いいたします。トトリさん、僕は1年半ぶりのこのサーキットで、まだ新コースをほとんど覚えてないって、昨日やっと少し覚えたかなって感じなんで、もう最後尾から皆さんの走りを見ながら、クワちゃんと仲いいんで後ろでゆっくりサンデードライブしますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ続きましてお願いします。今日のレースは僕はいつもポルシェなんで、こういう車に乗った時は本当に難しいと思って、走る車の音があまりうまくいませんでした。今日は完走目的で見たいと思います。昨日初めて20分 の練習と予選でもう少し時間欲しかったなと思って、攻めどころがちょっとまだわからないですけど、まあ、徐々に終わり頃、今日のレースの終わり頃に全てのものがわかるかなと努力します。よろしく。今日は予選 B なんですけど、前が中島悟さんなんで、待ってろ中島じゃなくて、中島さん待っててくださいって言って、よろしくお願いします。さあ、早い人で空気読んでやってよ。レース。頼みますよ。私は4位なんだけど、4位からずっとすごいタイム差なのね。はい、1、2、3は一緒で、はい、で空気読めよちゃんと。いや、柳田さんに合わせる。あ、そう。オッケー。で、岸田会長にもよく言ってくださいね。今日はこのレースってほら、はい、岸田さんが全部主催してやってくれて、こういうのができて、はい、本当にありがたいよね。はい、まあ、もうでも真面目なレースやります。よろしく。いや、藤田さんだから僕を呼んじゃダメだって言ったんだよ。本物が出ちゃうまずいんだ。って笑って終わっていい？静かに頑張ります。ありがとうございます。言葉とやってるとこ違うんだね、中島ね。まあ中島さんと、中谷さんについていけるような走りをしながら、柳田さんを待とうかなっていう走りをしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。では皆さん、もう一度ですね、この素晴らしい、レースの皆さんに大きな拍手でください。ありがとうございました。3人4分からです。よろしくお願いします。ありがとうございました。小谷さん、ありがとうございます。ありがとうございます。
どうも、杉谷さん、ありがとうございます。しかしでも、ケンさん、これ本当に、ね、あの夢のような夢の本当ですよね。受け止めきれた僕、あの自分でやってて、なんで僕らがここで、あのこのレーサーの方なんかちょっと緊張しますね、さすがにね。富士スピードウェア慣れてるの、あの慣れてる、そうですね、僕らもね、はい、緊張しました。緊張しますね。でも楽しいですよね、やっぱりね、もうこういうトークショーって、ほんと何で30年ぶりぐらいだからしてもう、ね、怒られるんじゃないかな。でも私なんで知ってるんだろうって自分もお若いのにね、若いのにおかしいなと同じが分かっちゃうっていうね、よくよくが良かったですね。もうね、本当ですね、はい、いやでもね、あの本当皆さんこういうね、本当に素晴らしいドライバーの皆さんじゃないですか。でこうゆとりを持ちながらもこうね、ユニークで、はい、でもね、はい、レースをこれから楽しませていただけると思うので、あのお二方には一度この後、はい、現役のドライバーのインタープロトシリーズの、はい、ドライバーの皆さんのトークショーを一度やりまして、その後再び第2ステージでお戻りいただきたいと思いますので、はい、ぜひともまたお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。